沢村塾のことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来てます。海水浴とかね、やってる人もいますかね。はい、今日はですね、あさってと日曜日の、予習研究ですね、まあ、1級模試の予習研究をやってます、ね。まあ、2級がですね、土曜日、ありまして、で、日曜日がまあ1級と、ね、いうことなんですけどね、まあ、2級の予習研究はね、もう先週、終わりましてね、まあ、あとは、当日にね、まあ、準備をすると、ね、いう状態で、なってます。で、1級の方はね、ちょっともう1問をちょっと解かないとね、いけない問題がありますからね、まあ、それを、解いて、で、レジュメをですね、作って、で、講義のコースを練って、終了と、ね、いう形になってますね。明日ですね、まあ、実はね、あるセミナーの方にね、行くんですけどね、まあ、そのね、セミナーにね、まあ、非常に参加したかったもんですからね、まず予習研究をね、ちょっと前倒しで、やっててですね、まあ、今日、予定通り、終了して、ね、まあ、明日、一日ですね、かけて、セミナーを受けに行くと、ね、いう形になってますね。で、そうですね、まあ、忙しい時期にね、基本的には、いろいろね、まあ、行事が重なるっていうのはね、これはもう常ですからね、6月8日の方にはね、清水秀夫先生の、まあ、ありがとうフェスティバルね、僕やったんですけど、一緒にね、去年、12月4日にさせていただいたんですけどね、まあ、その清水先生がいらっしゃってね、まあ、バンドサンキューの、ライブがあるということなんですけどね、まあ、こちらの方はね、まあ、さすがに8日、ね、もう超直前と、ね、いうことで、6日からね、8日までね、朝から晩までね、サムライズブートキャンプやってますんでね、まあ、さすがにちょっとそれは参加できないと、ね、いうことで、まあ、清水先生の方にね、まあ、直接、お電話を差し上げましてね、その旨お伝えはしたんですけどね、まあ、このようにね、まあ、いろいろね、6月10日というのはね、僕らにとって非常に重要な日で、ね、ものすごくね、大切にしている日なんですね。まあ、それを目指してみんな勉強してますからね。で、僕も育成してますからね。簿記指導やってますからね。非常に大切な日なんですね。はい。でもね、まあ、その大切な日だからこそね、まあ、いろんなね、行事が、入ってきたりね、するわけですよ。大体そういうもんですからね。うん、まあ、12月、ね、4日の、清水先生のね、フェスティバル経験してね、まあ、あれが正直ね、一番きつかったですからね。簿記の講義もやり、ね、予習もやり、ね。で、ビラ配りもやり、ね、委員会も開いてね、集客活動もやり、ね、で、DM も全部、ね、授業が終わった後に夜中ずっと一人で全部書き、ね、ということをね、まあ、委員会の方もね、もちろん、ね、手伝ってくれましたけどね、まあ、基本的には僕が、中心となってですね、集客、簿記指導、ね、全部やりましたんでね、あの時はね、さすがにもうクタクタになりましたんでね、12月4日、本番を迎えましてね、まあ、喉潰しちゃいましたね、完璧にね、うん、で、1週間ぐらい超えてなかったですからね、12月4日が終わったらね、うん、まあ、あの経験から比べるとね、まあ、今回っていうのはね、あ、また重なったかと、ね、いうそんなレベルの話なんでね、全然、苦しいっていう、ね、話じゃないんですけどね、やっぱりこう苦しいのを、ね、経験するとね、その後のねことつのは全然楽になりますね。非常に楽ですね。うん、だからね、まあ、ちょっと明日のね、セミナーつのは内輪のセミナーなもんですからね、ちょっとこの動画ではね、どういうセミナーかって告知できないんですけどね、非常にね、お世話になってるね、方の、お誘いということでですね、まあ、これはね、もう、断るわけにいかないというか、断りたくないと、ね、いつもお世話になってますからね、そういったね、部分で、なんかね、お役に立てることがあればね、僕で、お役に立てることがあればね、うん、それはね、行きますと、ね、うん、あ、もう当然ですよね。と、うん、いうね、ことでね、まあ、最優先です。まあ、これはね、個人個人の考えでしょうけどね、うん、やっぱりね、こう、お世話になってる人にね、に対してのね、まあ、お礼、感謝、ね、これはね、もう言葉で言うだけじゃなくてね、態度で示すと、ね、いうのがね、もう当たり前と僕は、まあ、習ってきたというか、ね、
まあ、先輩後輩のね、関係が厳しかったっていう時代に生まれた方かも、先輩後輩のね、厳しい時代に生まれたからかもしれませんけどね、まあでもね、やっぱりこうね、お世話になった人に対するまあ感謝、ね、の気持ちとか、そういったですね、お礼の気持ち、ね、これはもう一生忘れずにね、やっていきたいと思いますね、まあ本当にね、人生助かりましたしね、まあ経営も助かりましたんでね、非常にね、だからね、お役に立てることがあればね、ぜひと、ね、いうことでね、明日は、参加していますね。もちろんね、セミナーのその内容もね、ものすごく、興味ありましてね、まあ、新セミナーですからね、その新セミナーにね、招かれたっていうのはこれ非常に光栄なことですからね、内輪だけのやつですからね、そちらの方に、まあ、行けるというだけでもね、まあ、非常にありがたいと、非常に幸せだと、ね、いうことですからね、セミナーの内容も、ね、楽しみですしね、またそのセミナーのね、いらっしゃるね、他の方たちもね、まあ、初めてね、会う方、まあ、ブログとかツイッター、フェイスブックの方ではね、つながりはありましたけど、初めて会う方と、ね、いうのが結構、いますんでね、その方に会うのも非常に楽しみだと、ね、いうことでね、明日はね、予習研究ずっとね、毎来週毎来週でやってきてね、この日のために、ね、一日空けるためにね、ちょっと前倒しでやってきてね、非常に楽しみにしているという状況なんですね。はい、で、そのセミナーでね、また僕自身もパワーアップしてですね、で、何か一つでもね、塾生に対する指導、または、中小企業ね、零細、まあ、ランチェスター系のね、武田先生の教材 DVD で、社長塾やってますけどね、そこでも活用できる、ね、ネタが仕入れればなと、ね、いうふうに、思ってますんでね、で、何か掴んで帰ってくると。いう形を楽しみにしてますね。はい、ではね、これから最後のですね、一級模試の予習研究をやってですね、すっきりさせて、ね、で明日はね、楽しみに、セミナー参加、ね、していきたいと思います。はい、では以上です。